出発 Go Go は、行くぞ。いいね、まあ、こんにちは言える？こんにちは言える？エマ、もうちょっと、もうちょっと、終わったよ、終わった。また車乗ろう、車乗ろう。エマ、お疲れ様。疲れたね。いっぱい泣いちゃったね。え。おやつ食べる？うん、食べよっか。マオンお迎え行く？行く。マオン、うん、ゴー、ゴー。はーい、ニマおはよう。寝起きだね。行くよ、行く、ゴーゴー、ゴーゴー。病院だけど大丈夫？注射するけど大丈夫？うん、わかる？頑張れる人。はい。お、いいね、かっこいいね。早く行きたい？行きたい。オッケー、行こう行こう。でしょ、痛くなかったでしょ、怖かったの？頑張ったね、お疲れ様。ヘマ、お疲れ様でし。はい。ちょっともうちょっとあるけど、もうちょっと頑張ろう。いい？うん、うん、ありがとう、頑張るぞ。もういいじゃん、いいじゃん。いいね、大きくなってたよ。お疲れ、ヘマ帰る？帰って遊ぼっかね、頑張ったね、頑張った人。はい、はい、疲れた人。はい。じゃあお家に帰るぞ。はい。どうぞ、ここ、せーの、いただきます。はい、今食べるかな、食べるかな。最近というか、ムラあるかな。ちょっとうん、いけそう？いったかな？どう？ゲマ、なんか言えよ。ゲマ取る？いいじゃん、いいじゃん。いいよ。ゲマどう、おいしい？マジで無視するじゃん。こっち、うん、取った、うん、取ったの。くちくち、今お肉もあるよ、多いのよ。やっぱカレー味好きなんだね。そうなの、毎日カレーにするわけにもいかないからね。で、うん、今日行ってくれたんだよね。そう、今日行ってきたよ。お疲れ様です。めちゃくちゃ疲れたよ。まあでしょうね、腕パンパンだよ。泣いた？ご想像の通り。文句言ってるから怒ってるよ。何、ゲンマがよだれ垂れた？どっち？じゃあちょっと結果を教えてください。まずあの歯はどうでした？歯はね、大丈夫だった。歯磨き、泣いてでも頑張ってるからバッチリ、何にもありません。あれ見てスパルタって言われたの。あの上の子二人にはやってました。そう、おかげでね、歯は健康で今16本だったかな。そんな入ってんの？そう、そんな感じ。じゃあ歯はじゃあ順調なんだね。そうなの、そうなの。わー、多い、いっぱいもぐもぐして、はい、いっぱいあるから。増えたね、ほんとに。うん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 。それで？
それで、まあもろもろ体の大きさとかはちょっとちっちゃめだなと思ってるんだけど、あーそうね、真ん中やちょっとちっちゃけどバランスはいいから問題ないですよ、だって。あ、そうなんだ。そう、この子さ、うん、食べムラあるから、梅の子みたいにさ太った時期がないじゃん。そうなんだよね、の割にはなんか、うん、あんまり変わんないかも、うん、この二人と体のそのバランス、ま、大きさ男の子だから。どうなんだろうね、なんかでもいるじゃん食べないのに大きい子。あ、いるね。まあ別に大きい子もないんだけどね。マモとか食べてるのちっちゃいんだよ。そうね、だからもう分かんないよね。どうなってるんですか。何ウルキになっちゃったんじゃない。そういえばそうだったね。消化が良すぎるんだな。大きい、美味しいね。大きい、美味しいね。ご飯も合うよ、食べない。え、ご飯行かない。毎日いつも改善だから。バカだよ、もう本当にいいよその話を。あ、でも今日ね、体重もやっぱり体重計だったし、大人と同じ、うん、今までさ、ほら、うんうんうん、あのね、測りね、そうそう、測りだったじゃん、うんうん、それがそれになって、身長も立って測ったの、うん、もうめちゃくちゃ泣いたんだけど。泣いたんかい。うん、看護師さん二人がかりで押さえつけられて。すごいね、立ったの泣いてる子押さえつけられるの。そうそうそう。だから、まあ怪しいけど、一応プロだからね。大きくなった。前回いくつだったっけ。前回、忘れちゃったよ。うん、大きくなってると思うよ。もうね、ダメ、病院入った瞬間にも泣いちゃう。未だになって、殿下もそうじゃん。そうなの。そこはもうしょうがない。マオだけだよ、泣かない。マオいつから泣かなくなったっけ。泣いてる時期あったんだけどね。うん、でもほら、注射で泣かなかったの本当早かったじゃん。注射打ちたいって言って、ね、本当に言ったら。そうだね、そういえば注射で泣か、あれから一回も泣いたんでしょ、注射で。そうだね、今日食べるじゃん、今。いいね。ちょっと、あの話聞いて、聞いた先生に。聞いた聞いた、相談したよ。こいつのこだわりが強すぎてやべえっていう話。そうそう、なかなか頑固だしね。どうかなと思って聞いたらさ、だって、なんか心の準備いるわ。うん、心の準備してほしいかも。はい、なんとイヤヤキでした。いた。いや、そうね。早いだろ。もうちょっと言葉喋れるまで待ってくれよ。言えさ、違うんだよ。何が。ただの嫌焼きじゃないの。でもちょっと早いなってのも、うん、うん、早いよね、多分。まさかまさかと思ってたんだけど、そのまさかで、うんうん、何よりも泣き暴れる現場を見て先生が、うんうんうん、そう、それ見て先生が、うん、激しめですね。ああ、やだね。激しめの方らしい。そうなの。うん、激しめのお墨付きか。何始まった始まった。でもね、ほら、こうやって言葉が通じない。何欲しいの。欲しい。何欲しいの。あ、お肉なくなっちゃった。お肉なくなっちゃった、怒ってんの。うん、違うって言ってたよ。言ってた。何言ってた。ケチャポンって言ってた。ケチャポンって言うから。ケチャポンやめよう。対処法はさ、付き合うしかないんだね、嫌がってやったら。じゃあ、とりあえず、これの大きな原因は、喋れないことだから。ケンナ、欲しいの。欲しい。おしゃぶり欲しい。おしゃぶり欲しい。言葉を引き出すしかねえんだな。そうそう、言葉をこうやって。おしゃぶり。おしゃぶりは。ええじゃねえわ。ちょうだいはちょうだい。ダメよ、ちゃんと言って。ちょうだいは。ちょうだいはちょうだい。どうした。ありがとうして。ありがとうは。エマ。あ、こんなところに。あ、そうそう。予防注射もしてきたの。あ、実はね、もう一個あるんだよ。こっちも。あ、そうなの。二個してきたの。わあ、頑張ったね。頑張ったんだよね。エマ。おしゃぶり欲しかったの。はい、どうぞ。おしゃぶり欲しかったの。飲んでください。まあでも、イヤイヤ期ってことが分かれば、まあ頑張れる気はするけど、前科がね、結構長かったからね。うん、
あれより激しいって思うとちょっと大丈夫あ、これからだな、はい、いらないいらないの何牛乳じゃあパパパパ牛乳牛乳ちょうだいちょうだいちょうだいこれを続けるしかないのかなと。うん、そうだね。言葉で伝えると。頑張ったの？そう、駐車場じゃない、駐車駐車場は頑張らんな。駐車、間違えちゃったね。駐車場じゃあ駐車場じゃない。プスって刺すのは何が間違えたか気づいてない。駐車場駐車場じゃない、駐車駐車場駐車場じゃなくて駐車駐車駐車現場頑張ったの。おお、現場頑張った駐車、はい、じゃあ、あの激しめのイヤイヤ期がもう確約済みということですね。結構ね、喋る方だと思うんだけどな。いや、まだイヤイヤ期にはだから早すぎたんだよ、これ。そうか、なんで早く来たかね。性格だって、あと性格そう、あとはね、性格らしい。やばいじゃん。うん、怖い。イヤイヤ期が終わっても性格ってことですよ。なるほどね。じゃあもう気長に付き合うしかないね。エマ、頑張ろうね。頑張れる人。おーい。おーわ。頑張る人。おーい。はーい。じゃあ頑張りましょうね。バイバーイ。バイバーイ。投げキス。